僕フォルテ。おはようございます、フォルテです。本日はピアニストのフォルテ君はどのくらい1時間で上手になるのか、初見から練習を圧縮して公開していきたいなと思いまっちゃ。本日挑戦する曲はこちら、ドラドラクマンバチーブーン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 。これからというお花なのでね、もうハチさんがチューチューチューみたいな感じでクマンバチを弾いていきたいなと思いまっちゃ。知ってますか？パラダラ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 ディーダーってやつです。初見タイム、初見をするまでにめちゃくちゃ音で聴いて、ある程度曲が頭にある状態です。あ、ズルとか言わないでください。ピアノを弾く時間が1時間です。じゃあ早速弾けないところがある程度分かったので、こっからちょっとね、部分練習をしていきたいなと思います。あと40分部分練習をして最後にちょっと通してみたいなと思いまっちゃ。右手が難しい曲ですね。1小節ずつ練習していきます。弾けないところはこうやって練習します。でかすぎでかすぎ。
やりすぎちゃいましたちょっとね、わざと、うん、というわけで1時間が経ちました。それではお披露目タイムです。完璧にはまだ弾けないけど、まあ7割6割ぐらいは弾けると思います。というわけでレッツショータイム。キラン。あんま早くないよ本気をかけておく。あんま早くないけどね、遅いとかマジでコメント来たらもうあーあーやけどね。正直に言おう、フォルテさん、格好つけてちょっとあの自分が弾けるテンポの 1.25 倍ぐらいちょっとしちゃいました。やっぱダメカメラって、カメラがあるとこうやってね撮られてるけん、格好つけちゃう。誠に汚い音楽を出してしまい申し訳ございません。まあでもこんな感じで、シャートはね適当弾きって言うんだけど、これはね、これはちょっとダメな例で、僕がね撮影する前に。1時間経って今からちょっとする前に1回弾いてみたテンポはこのテンポで弾きました。CD を作るために練習をしてるんですけども、まあそのね気分転換の休み時間で練習していきたいなと思いまっちゃ。ピアニストの1時間は格好つけるとまあまあ早いテンポで弾けるけどやっぱり弾けなかった。もしよかったらグッドチャンネル登録お願いしまっちゃ。グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。